株式会社や和田書店は日本の出版社。古神道、オカルト、精神世界、その他の総合系出版社。1982年に伝説的オカルト雑誌の編集長を歴任し、精神世界に造形の深い武田草原が神道、民間信仰の専門図書出版を目的に設立。1988年、コロホニクスの国内権利を取得して、 AV 分野に進出し、ホロホニクスライブがベストセラーとなる。1989年に、米国製シンクロエナジーイザーの取り扱いを開始し、ブレインマインドブームを起こす。翌年に次世代機開発の自社プロジェクトをスタートさせ、脳内 VR マシン、メガブレイン、スターゲイザーへと結実。書籍は、出口鬼サブローの霊界物語を筆頭に、 古神道の重要文献から、運命学、精神世界、現代ニューエイジの著作に至るまでの書籍群を刊行。主な著者に、大宮志郎、並木星流がいる。また、出口鬼三郎自身が、大正時代に SP 版に吹き込んだ、天神のりとや、神言の音源に音楽とリズムをミックスし、古式役者ごとの演奏などをフィーチャーした CD を発売している。古神道、 腰古伝、ユダヤ問題、占い、予言、武術等の分野を中心に出版。特に戦前に出版された書籍の復刻出版で知られる。ありがとうございます。